はいどうも皆さん、こんにちは、ゆうきでございます。ということでですね、本日が9月の10日、時間がですね、午後12時というところで,ですね、で、動画撮っていこうかなと思っております。えー、こちらのチャンネルではですね、365日休まず、え、ビットコインのチャートを見続けてきた僕のチャート分析と、あとはですね、え、今の気になるアルトコインであったりとか、気になるニュースを、え、などなどですね、え、楽しくわかりやすく、え、初心者の方にもお届けできるようなチャンネルとなっておりますので、ぜひね、え、今日の動画を見て、あ、ためになったの面白かったなっていう方はね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援しくくださいよろしくお願いいたします。ということで、 え、始めていきましょう。で、今日はね、もう本当にもうさらっといきます。はい。で、えっとー、まあ、昨日一度、そうだ、発表したね、えトップ10の方の100ドローボーナスっていうのは、今日のね、だいたい5時ぐらい。 17時ぐらいに着勤できる予定っていう形で担当の方からね、ご連絡いただいておりますので、ぜひね、あの、昨日の動画を見てもらって、そのね、トップ10の中に、えー、自分のね、UID っていう講座番号みたいなところかな、が入ってた方はね、口座を確認していただけたらなと思います。まあ、そのね、うまく100ドルを使ってね、こう、トレードしていただくもよし、 えー、トレードするしかないねだけどな。ボーナスやから <laughs>。出勤できないからね。あの、トレードしてもらって、しっかりとね、転がしてもらって、こう、自分の資産にしてもらえると、僕はね、これ幸いでございますので、ぜひそちらもね、活用していただけたらなと思います。はい。で、引き続きね、えー、っと、入金ボーナスキャンペーンは、えー、まだね、えー、引き続きやっておりますので、そちらもね、ぜひ併用して使っていただけたらなと思います。で、入金キャンペーンの、えー、件に関しましては、エンディングにね、おす,すめ動画を貼っておりますので、そちらにね、えー、申し込みから申請から受け取りまでの流れっていうのをね、全部まとめて、えーっとね、 あの、紹介しておりますので、そちらをご覧いただけたら、すべてね、お分かりいただけるかなと思いますので、そちらもぜひ、えー、確認していただけたらなと思いますよ、というところで、さあ、さらっと行きましょう。で、 ええと、今日はね、一応ビットコインのチャート分,分析をメインにするんですけども、えーとね、今イーサリアムがかなりね、いい感じでグイグイ上がってきております。というよりは、まあ、アルトコインが全体的に、まあ元気がいいというところで、まぁ、あ、ちょっとイーサリアムのチャートも含めてね、久しぶりに見ていこうかなと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いいただけたらなと思っておりますよ、というところで。はい、というわけで、これがね、今、時価総額の、えー、ランキングずらっと出てるんですけど、もう、ほとんどというか、全、でもないな。オーガちゃんだけ、あかんけど。 オーがちゃんと、あ、モナもね、ちょっと沈んでるけど、まあ、基本的にはほぼほぼプラス、ほぼほぼ赤字になってますよね。24時間変動比でいうと、ほぼほぼプラスラインと。で、シータとかでいうと、まあ25、25%ぐらいの、えー、弱ぐらいの、えー、プラスになってきているというところですね。イーサリアムなんかも、えー、10%以上。 えー、プラスになっておりましたよというところですね。で、チェーンリンクも13%とかね、結構強めに上がってき,るきているコインもね、ありますので、ぜひこの辺りでチェックしておいてほしいんですが、まあ、その中でもちょっとね、イーサリアムを見ていきたいんですけどね、まあ、一旦5万円付、えー、けてた、えー、イーサリアムが、まあ、3万9000円を割ってきて、3万円台に、えー、突入してきていて、で、また再びね、えーっとね、4万円台に入ろうかっていうところに今いてるんですけれども、まあ、実際ね、4万円台にいるときってね、ビットコインの価格どれぐらいやったかっていうと、120万 付近付けてたんですよ。日本円でね。120万以上の値をえ推移してて、ようやく120万定着したんかな？みたいな話をね。多分してたと思うんですよね。で、で今現状がね。イーサリアムが4万に届こうかっていう。ところで、ビットコインがその10万以上下のえ110万のところでまあうじょうじょしているというところで、まあちょっとこう。 ちょっとビットコインのが弱いんかなっていう感じですよね。で、四時間足見てもらうとね、その弱さがね、まあ、際立って分かっちゃうんですけど、えっとね、イーサリアムの、このね、同じような底の形はしてるんですけどね、ここすごくポイントで、四時間足見てもらったら分かるんですけど、イーサリアムね、ずーっとね、安値切り上げてきてるんですよ。ある意味、僕の大好きなね、あのー、アセンディングトライアングルっぽい形なんですよね。要は、上値が一直線、ってやったんですよ。だいたい、まあ、3万7千円ぐらい。3万7千強ぐらい。 で、ずーっと安定して、高値は、えー、つけてきてたんですけど、安値は徐々に徐々に切り上げてたと、ヒゲで見てもね。そうすると、まあ、基本的にはアセンディングトライアングル的な形になってて、で、ようやく上抜けたっていう感じですよね。そうするとやっぱり上も強いんかな、みたいな形で見やすいかなと思うんですけど、ビットコインはもう正反対なんですよね。高値は切り下げてたんですよ。 ただ、安値が一定やったんですよね。だこれが俗に僕がずっと言ったディセンディングトライアングル。まあ、僕の、えー、チャンネルと封入とイニシャル D チャートってやつですよね。で、まあ、ようやくそれを、まあ,あ、えーと、ディセンディングトライアングルなし用的な。うん、ディセンディングトライアングルが不成立っていう形で上に抜けてきたというところですね。で、今現状がまだ実は、えー、今のね、前回の戻り高値っていうのは超えれてないところ。えー、110万1000円とかいうところで。 で、えー、今、ちょっとレジスタンされているような形になってますよというところですね。で、冷やしで見てもらってもね、同じような流れが繰り返されて、結構こういうのも、ほんと珍しいんですけど、こんな下髭の長い、なんかこう、行ったり来たり行ったり来たり、まあすごい迷いの見えるようなチャートっていう珍しいんですけど、6本ぐらい並んでいくわね、それがね。で、えー、前回のね、この3日間見てほしいんですけど、陰線ドカーンとつけて、下髭つけて、陽線2つつけたのに、また再び同じような陰線が出てきてると。で、ほぼほぼ同じような流れが今起こってるんですよね、ここで。 ま、ちょっと下ひげがないっていうところだけポイントになってくるかなっていう感じなんですよね。下には走ってないというところなので。で、こっからもう一本要線が出てくるのであれば、まあ、例えばですけど、冷やしレベルで見てもダブルボトム的な形を組んで上昇っていう形になると思いますので、まあ、このあたりはちょっと強く見ていってもいいのかなっていう感じですけども、まあ、一応ね、今の現状で言うと、まあ、ここは超えててほしいかなっていうところね、1 1 1万とかのラインをしっかりと実体で抜けてくるようなことがないと、やっぱりたかたかね、明確に、よっしゃ、上やぞみんな、あ あの、ロングのポジション取るタイミング来るで間もなくみたいな感じで、ちょっと告知しづらいかなっていうところではありますので、まあこのあたりはちょっと円建てでは押さえておいてほしいポイントかなっていう感じでございます。はい。で、ちょっとね、ドル建てをずらっとまた見ていこうかなと思うんですけど、まあこれがバイ,バイビットさんのね、えー、いつも通りの、えー、ドル建ての、えー、とチャートになりますけれども、ほぼ同じ。うん。やっぱりね、高値がやっぱすっごい重たい。硬い。 という、えっ、ー、と、重たいかな重いやね。うん。底根が硬いからな。うん。重い感じがするんですけど、やっぱりね、あの、ここ、もし抜けれたにしてもよ。にしても、このね、今僕、青のゾーンに書いてる、青のゾーン書いてるんですけど、ちょっとね、やっぱね、このレジサポ転換されてるポイントっていうのが結構ね、上下にあるんですよね。うん。もし抜けた場合でも、すぐ上にね、100、だいたい100じゃない。1 600ぐらいのところって、結構、えー、もう直近ですら、よいしょ。 ここ見てもらったらわかるんですけど、1万600ね、ここ、えー。レジスタンされてる手前がサポートされてるような形。やし、ちょっとね、えー、と、日付遡ってね、ずーっと見ていくと、よっ、よっ、よっ。ここね、まずヒゲでタッチして、急に押し戻されたタイミングだったり、要はサポートされたタイミングだったり、ここもそうですよね。ここなんかやったらヒゲでビタビタで止まってるような形。そこから、まあ、バック上げというか、えっ、ー、と、だいたいまあ、5万幅ぐらいかなの上昇見られたところ。えー、600から。 1200そうね600ドル幅ぐらい6万円幅ぐらいかなズドーンと上がったポイントになってたりとかっていう結構意識されたポイントであるんですよね1万600でその上の1万800も同じくしておーめっちゃ動いたな1万600でその上の1万800も結構ねヒゲでタッチしてたりとかあとはね実体で止まってたりとか。 え、上昇の時の一回こう、押し目にサポートされているようなポイントやったりとか、っていうところで、結構意識されているポイントが上に濃いんですよね。なので、やっぱりこのあたりをしっかりと突き抜けてこないと、強さっていうのが証明できないかなっていうふうに僕は今考えておりますよというところ。ただ、僕がね、今日の朝まだツイッターでつぶやいたんですけど、ここがね、逆三尊的な感じで動く可能性もあるよね。違う違う、三尊ね。え、僕の大好きな、え、ハンマユージロ郎チャートが、 ここで出てくるんじゃないのみたいな話をちょっとね、ツイッターでつぶやいたんですよね、ここ。ユ次郎さんが権限するかもねっていうね、あのー、ツイッターをやいたんですけど、ま、あそれに関してはもう完全に不成立かなという感じで思ってていいかなと思います。一本、ま、あしっかりと一時間し実態でね、えー、超えてこれてるので、ここに関してはま、逆三存っていう感じにはならないかなと。ただやっぱりここでダブルトップっていう形は全然まだまだあり得るしっていうところも怖いところですしっていうところですね。はい。なので、上がまだやっぱり、ね、かなり濃い分、 あの、ここをしっかりと突き抜けていった場合はかなりね、あの、力をつけて上がってきてると思うので、ぐぐっとね、えー、爆上げとまではいくかどうかちょっとわかんないですけど、あ、上やねっていう感じでね、しっかりとこう、あ、上が強いよねって皆さんにお伝えできる日がね、あるくるくらなと思うんですけど、まだちょっと今は、うーんっていう感じですね。まあ、一応ね、ここがね、ダブル、まあ、トリプルボトムみたいな形になってますよね。まあ、あクリアムシンチャのおつんつんではないんですよね。 おたまたまはないから、あの、しっかりと全部が、あの、棒になってるので、あの、まあ、トリプルボトムってよく言われるようなパターンに見えるし、で、なおかつネックラインでしっかりとサポートされてるというポイントもあるので、ここからもう一段階ぐぐぐっと上がってくるのであれば、まあ、やっぱりね、この、 ゾーン内は動けるかなと思うので、一旦、1400ぐらいから1600ぐらい。要は2万円幅ぐらいの上昇は全然見て取れるかなという感じですね。ただやっぱりこのレジスタンス、前回の戻り高値、ね、前々回ぐらいな。前々全世から僕は危ない。えっ、ー、と、前々回の戻り高値ぐらいの、やっぱりね、この1600っていうあたりは、ちょっと、利、え、確、ー、理覚ポイントとしてます。ある程度こういう様子伺い,いというか、 理覚する必要はないかもしれないけど、もしこうレジスタンスされるような動きがあれば、理覚しておこうかなぐらいの、ちょっと気になるポイントぐらいで置いといてもらうのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらもね、参考にしていただけたらなと思います。はい。 というわけで、ま、あ一応その上が1800、えー、18ね。ここもね、戻り、えっ、ー、と、ぐーっと下落してきた時の、戻り、売りのタイミングになったポイントですね。1800っていうところ。このあたりもやっぱり意識されるかなと思いますので、もし今1600抜けれたにしても1800っていうのは、一旦ちょっとここも様子を見る必要があるポイントになってくるかなと。なので今で言うと200ドル幅ずつぐらいで、レジスタンスラインが上にね、 あの、引かれているような形になりますので、このあたりはね、えー、ぜひぜひ皆さんの、えー、チェックポイントというか、あ、えー、理もしロングのポジションを持っている方やったら、理覚するポイントとして、ま、要数加害っていうのをする必要があるポイントになってくるんじゃなかろうかと思いますので、ぜひね、このあたりは参考にしていただけたらなと思います。ということで、 まあ、こういうところでね、今日はね、ちょっと短い動画になりましたが、以上で終わっておきたいと思います。最近ね、ちょっとズル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 長い動画が多かったので、まあ一応今はね、結構こう上昇基調というか、あの、上は強くなってきましたよと。一時間して言うとね、雲も全部突き抜けたので、あのー、ね、あの、雲突き抜けたっていうことは、やっぱり上もね、目指しやすいかなと。ただまあ雲のねじれがすぐ下にあったりもするので、まあこのあたりを、よいしょ。 ぐーっと落ちてくるっていう可能性もあるかなっていうところも見ておかないといけないしっていうところで、まあ今はやっぱりね、上下両方とも、まあなくはないっていう感じ、50-50っていう感じで僕も見ておりますので、やっぱりね、まだまだちょっとこう、レジスタンスラインが多い分、そのあたりの、 えー、短い理覚ポイントというか、まあ、こまめに理覚していくみたいなところが、まあ、すごい重要になってくる局面であるかなと思いますので、ぜひね、ポジション取られている方は、こまめな理覚というか、しっかりと利益を残していくっていうのを、えー、頭に入れてね、トレードに当たっていただけたら、皆さんの、利益が、しっかりと積み上げていけるかなと思いますので、ぜひこちらは参考にしていただけたらと思いますということで、まあ、冒頭にも言いましたが、えー、今ね、入金キャンプやっております。で、前、えー、前回の動画で発表しました、僕のね、えー、アカウント、 え僕から、えー、僕の URL から講座を作ってくれた人の中の、まあ、トップ10。 え、取引高トップ10の方発表しましたが、そちらの方には、今日のね、5時頃に、えー、ボーナスの100ドルが着金されますので、ぜひね、口座の方は要チェックしてくださいということと、入金キャンペーンで100ドルもやってます。そうすると、そのトップ10の方は、入金まですると200ドル分、要は2万円分のボーナスをもらえることになりますので、ぜひそういったところをしっかりと活用してね、皆さんのトレードに当ててもらえたら、えー、僕もね、すごく嬉しいです。はい。というわけで、このチャンネルではね、本当に皆さんと一緒にどん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 成長していこうよと、えー、しっかりと したこう収入の柱みたいなのを作っていこうよっていうチャンネルになっておりますので今日のね動画を最後までご覧いただいて本当にありがとうございましたこちらの動画を、えー、もしね見てみてあためになったなって思った方はぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してくださいよろしくお願いいたしますということで以上で終わっておきたいと思います まだね、えー、僕のサブチャンネルなのでね、僕の趣味のチャンネル、まあちょっとこう、おしゃべり面白いなと思っていただけたがらサブ、サブチャンネルの方遊びに来てもらえると、僕のね、しゃべりとか趣味とかっていうのを全開にあの発揮したチャンネルもございますので、そちらもね、動画の概要欄見てもらえたら、えー、チャンネル登録する URL 貼り付けてますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。 もうすでに、えー、僕の LINE アットの友達追加、えー、もしくは、えー、チャンネル登録はお済みでしょうか僕のね、LINE アットの方では、えー、僕がね、えー、厳選した、稼げる情報っていうのをね、随時配信しておりますので、ぜひね、えー、友達追加をして、そちらの情報をね、ゲットしていただけたらなと思います。えー、チャンネル登録がまだの方はね、こちらのチャンネル登録ボタンから、えー、登録してください。あとね、おすすめ動画こちらから見ていただけますので、こちらもぜひご活用ください。ということで、またね、次の動画もしくは、えー、ライブ配信などでお会いできたらなと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。